ばんは。今回は1月30日リリース延々の消防隊やっていきます。ゲームはね、パソコンとスマホ両方でできるようになってるみたいです。それと漫画とアニメ出てますね。ちょっとね、ほとんど見てないです。ただ消防隊なんで、実は火を消防士だと思うんですけど、ちょっと普通の一般の構造してる消防士かもしれないです。まあ絵見てもらったら分かるんですけど、まあ、ちょっとこんなちょっとしか見てないので内容が自分全く分かってないですけど、それと今ちょっと BGM 流れてるんですけど、もしかしたら、権利関係引っかかると思うんで、その時はカットするので、喋ってることとちょっと違うかも。カットしますって言って曲が流れてないかも、カットした後なんで。それと、もうどうしようもない時は動画をバッサリ全部切っちゃうんで、前後のね会話がね、もしかしたらおかしくなってるかもしれない。やっていきます。人の死因にもいろいろある。老衰、自殺、病死。今この世界で最も多く人々を恐怖させている死因は少子だ。俺がお前をぶっ飛ばしてやる。よし、行動開始だ。ここから始まるんだ。あ、キャラは可愛くなってるんだね。了解、逃がすな。この程度、単性のバトルの RPG っぽいな。体内酸素は休憩コマンドをタップしてから入っている。体力や属性、パッシブスキルなどの情報入っています。はい。消費するか、強力な攻撃ができる。こっちが変える。了解。ヒーローといえばこれだ。この3人何もしないな。特殊消防隊は連携を取ることが重要か。うまく連携を取れば大ダメージを与えられる。連続攻撃かな、2回。了解。はい、はい、リンクバース、はい、分かった。逃がすな。この程度可愛いんだけど、なんかプラス30とか20のやつしゃがむ感じが、回復してんのかよく分かんないけど、これなんだ。お、ゲージ溜めてたんだね。はい、これか。了解。俺はみんなを救うヒーローになりたい。戦闘のところは多分大丈夫だと思うんですけど、途中の曲が入ってるところは多分全部カットにしないと権利関係引っかかると思います。このね、キャラを可愛くするの好きじゃない。普通でよかったんだけどな。あ、ガチャだね、ここ。はい、充電。はい、はい、メンスかっこいい。なんかね、やり直ししてなかなかいいのが出なかったみたいなレビューで書いてるんだ。永遠の炎の季節、ラートム。星が5まであるのかな、これだと。まあ気にしないですけど、あまりいいの出ないね。1位、今のところ3が一番いい感じ。出たやつでは最後の方出るでしょう。1位、使いにくい。あれだな、このスキルなのかな、豪華な体力。
キャラとはまた別なのかな。兵士の映画、あ、終わり。いや、全然いいの出てないよ。キャラはこれかな、この緑の属性と赤の属性とこの黄色の属性がついてるか。これは同じのが出たってことなのか。 30×30。 いや、よくない。あ、星のレアリティやっぱ5までですね。星さん上げてるんじゃない、これ重ねて。あ、レスン、はい、うわ、弱いぞ。4人みたいですね、パーティーは。一度入りました。お、4人いた、はい。で、一番強いのはこれだ。星さんの下、あの、なんだろう、見た、ちょっとだけしか、1話ぐらいしか見てないので話が全く分かんないですね。なんか駅か、いつかなんかになんか急みんながこう到着して、そこで火を消すじゃないけど、さっきのなんかもう魔物じゃないけどなんか出てくるんですよ。それと戦う内容が全く分かってないですね。何か用か。チュートリアル、はい、突破。これで終わりなんだ。もう終わったから、あとクエストやるだけかな。これはプレゼントでしょ。ガチャを回したいとこだよね。ガチャをもう一回やりたい。何か用か。これだ、ビックリマークついてる気になる。あ、星にいい情報、これ有料なんだね。これを使うんだ。あ、あ、これいっぱい使うんだよ。あ、ダメだね。自分が持ってるのは、これ課金しないとできないってことですね。わかりました。あ、3以上確定とかいうのか。持ってない、画面の右上の650の下かな、これが多分チケットです。クエストしたらもらえるのかな。それは普通のズレも買えるか。これはできるね。演出はちょっとスキップします。一緒なんで。何か用か。キャラクター、ちょっと変わって、あ、なんかついたぞ下に。あ、戦力一気に上がったんだよ。カードみたいなのつけたってことかな。あの、なんかさっきの天使のエールとか、なんかキャラクターカードじゃないのが、あ、キャラクターじゃないのが出てたけど、それをこうなんだろう、つけたのかな、スキルみたいな感じで。クエストやっていこう。フリーと、あとストーリー、この辺素材集めっぽいな。あ、こっからか。これはあれか、他のキャラクターから借りるってやつかな。まず借りちゃおう。いや、おお、オリプスを再生しましょう。いつでも行けます。あ、ボイスがない。これ再生してる意味がないかも。
さっき言ってたよ、少子だっていう。わ、これ最初の繰り返してるな。え、音ない状態で続くのかな。これはちょっと飛ばしますかね。炎は魂の息吹、黒煙は魂の解放。勝手承知の助です。了解。分かった。了解しました。どうか。ヒーローといえばこれだ。はよいだ。ダメージ食らってないな。合点承知の助です。了解。分かった。了解しました。行くぞ。あ、まだか。なるほど。あ、あとオートもありますね、画面左。行きますよ。いきなりオートできるんだ、最初から。お願い。ヒーローといえばこれだ。これもう負けないんじゃない。行きますよ。 AI に任せます。お願い。ヒーローといえばこれだ。いえ、総員警戒を怠るな。戦闘悪くないですけどね。あ、なるほど、借りた人に、フレンド申請するかわかんない。多分フレンド申請するとフレンドになんかこうたくさん友達登録しておいて、なんかポイントみたいにもらうんだと思います。自分も相手にやって、自分も相手からもらうみたいな、ログインした時にね、そういうやつだと思います。意外と今んとこ軽いですかね。そこまで重くない。それと何か用か、ね、オンラインだけど一人でできそうな感じの作りですね。ボイスがちょっと足りないような気がする。もう少しね、せっかくアニメのゲームだったらもうちょっとボイスを分担に使ってほしかったかな。でも全体としては作りは悪くないと思いました。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。